はい、電磁気学の基礎その3です。今日はですね、ベクトル解析に向けて、数学的な基礎を学んでいきましょう。電磁力は、空間的、時間的に徐々に伝わるものでしたね。決して瞬間的に遠隔相互作用なわけではありません。徐々に伝わっていくわけです。それはマクスウェルの4つの微分方程式で書かれます。近接相互作用ですね。まあ世の中にですね、光の速さよりも速いものはありません。なので、離れたところのものは、力というものも徐々に伝わっていくんですね。で、電磁場っていうのはベクトル場です。で、ベクトル場に関して徐々に伝わること。これは微分ですね。空間微分、時間微分。いや、その結果全体としてどうなるか。今度は積分です。微分したものを積分して全体としてどうなるかについて、まあ最低限ですね、使う数学を学んでいきましょう。今日は修行です。まあ四則演算を知らずにですね、方程式っていうのは考えられないですよね。だから基礎はやっぱり大事です。さて、場という考え方です。場というのは、時間や空間の各点各点に、まあ、あるものです。一番簡単なのはスカラー場ですね。温度の例を考えてみればいいと思います。例えば、緯度、経度を指定して、XY を指定して、それから高さを指定したときに温度が一つに決まりますよね。だからこれはみっちり地球上いろんな点でですね、高さも含めて温度が決まっているわけなので、これは温度の場です。で、今度は、ベクトル場。例えば、じゃあ、天気図で言ったら風向きなんかを考えてみるのがいいんじゃないでしょうかね。風向き、いろんなところの風向きがあるわけですね。で、風がすごい強い時には、そのベクトルの大きさが、矢印の大きさが大きくなるし、で、向きっていうのは時間にも変動するし、まあだからそんなイメージでいけばいいと思いますけれども、磁場とか電場というのもその通りです。で、こう大きさと方向を持つものがベクトルですね。で、ベクトルが張り付いている感じです。で、ちょっと復習ですけれども、ベクトルの足し算引き算を、復習しましょう。こう A っていうベクトルと B っていうベクトルがあって、その足し算っていうのはちょうどこういうところですね。まあ A 行って Bこう B を平行移動させて、こうつなげてやったらここに来ますよね。で、例えば A-B っていうのは、まあマイナス B っていうのはこれ矢印を反対側にしたやつなので、で、こっから行ってこう行くものですから、まあこうですね。この黄色が A-B というベクトルです。で、ベクトルの足し算引き算っていうのは、まあ成分で書くとやっぱりわかりやすいですよね。で、これ座標っていうのは、まあ、この順番にサイクリックに定義しましょうっていうのは、この前お話ししました。で、まあ、一番うまくいくのはこういう単位ベクトルを考えておくものです。単位ベクトルというのは、大きさが1のベクトル。で、X 方向の単位ベクトル。Y 方向の単位ベクトル、J。Z 方向の単位ベクトル、K を考える。で、例えば A っていうベクトルは、2、3、5で、B っていうベクトルが5、2、1っていうベクトルだったとすると、A 足す B っていうのは、その方の成分を足せばいいですよね。X 成分は2、X 成分は5ですから、2足す5で7。それから Y 成分は3、Y 成分は2、足せば5ですね。で、Z 成分は5、で、こっちは1ですから、足して6ですね。で、引き算も同じように A-B だったら、こう、2から5を引いてマイナス3。3から2引いて1。5から1引いて4。まあこんな風に成分で書けば、まあもうめちゃめちゃ簡単ですよね。で、この単位ベクトルで書き直すとこういうことですよ。X 方向に2倍。Y 方向に3。Z 方向に5。単位ベクトルの5倍。いったところっていうことですよね。まあこういう風に。単位ベクトルで書くことも簡単にできます。まあ、成分で書くのがいいですよね。で、それから内積です。内積というのは、
A と B の内積した答えはスカラーになります。数になるわけですね。で、定義は、これドットで書きます。A ドット B。これが内積ですが、それは A の大きさかける B の大きさ。それにコサインシータをかけたものになります。で、これ大きさ大きさですから、これ入れ替えても一緒ですよね。順番を変えても。だから A の内積 B っていうのと、っていうのは B ドット A と同じになります。で、コサインなので、90度の時、2分の π の時、0になります。なので、内積は、こう直行してる時ですね。要するに、A と B が直行してる時、こう90度で、になっている時っていうのは、内積が0になります。だから内積を取って0になってたら、直行してるなっていうことがわかるわけですね。まあ具体例、やっぱり成分で書くと分かりやすいですね。235と521っていうものがあったら、内積っていうのはこの、まず X 成分を掛け合わせる。2×5。それから足すことの Y 成分。3×2。それから Z 成分。5×1。で、おのおの足してやると21になると。21っていう数になりますよね。こう、2つのベクトルを掛けた。こう、3成分あるわけでしょ。それを、このセットですよね。3成分のこうセット。を内積すると単なる数になりました。21という数になりました。ということです。で、この単位ベクトルで書き直してやると、まあ、例えば、i×i っていうのはこれ、1になりますね。で、j×j も1です。k×k も1です。そうですよね。100と100っていうのを内積すると、1×1 足す 0×0 足す 0×0 ですから1ですよね。それから ij とか jk とか ki とか、それ直行してますよね。x 軸、y 軸、z 軸が直行してますから0です。まあ、成分で書くと100と010っていうのを内積取ってやると、1×0 足す 0×1 足す 0×0 で0ですよね。なので直行してます。で、a×b っていうのが、まあ、さっきの計算ですけども、要するに違うところ、i と j とか i と k っていうのは直行してますから、i と i、すいません。から J と J、K と K のところをこう取ってくればいいわけですから、まあさっきのルールと一緒ですよね。答えは21になると。21で合ってるかな？はい。で、次、外積です。外積を定義しましょう。今度はかけると書きます。A かける B と書いて外積です。で、今度はこれ、ベクトルになりますね。で、A かける B っていうのはどういうものになるかというと、大きさがこの平行四辺形の面積に対応しているものです。で、方向が A から B に右ネジを回して進む、右ネジが進む方向です。これを A×B と定義します。これが外積です。今度はベクトルですよね。答えはベクトルになります。で、A×B は A と B の大きさにサインシータをかけるわけなんですけども、もうこれベクトルになるんですね。で、ベクトルなので、今度 B×A にすると、B×A にすると、向きが右ネジを回して進む向きが反対方向になりますよね。だから A×B っていうのは、もうひっくり返すと、マイナスの B×A になります。この標識はベクトルの方向を書いてないので、この場合は A×B の方向ですよ。こっち向きですね。右ネジの方向。で、これサインシーターなので、シーターが0、あるいは π の時、つまり平行ですね。A と B が平行の時は0になります。あるいは自分自身も0になります。自分自身は当然平行ですもんね。で、ijk で、さっきの単位ベクトルで書いてやるとこんな感じですよね。で、これで書いてやると、自分自身は0ですよね。平行ですから。だから i×i、j×j、k×k っていうのは0です。それから i×j っていうのは、これ右ネジを回して進む方向が k になりますね。で、j×k っていうのも右ネジを回して進む方が i になります。だから k×i を右ネジを進む、回して右ネジが進む方向は j になりますね。だから ijk の順番で、ijki、ijki。これサイクリックと言いますけれども、この方向の順番にベクトルになっています。
じゃあ一つ具体例やってみましょうか。 A を200、つまり 2i ですね。それから B を030、3j ですね。これを内積取ってやると、そうすると i と j かけると k になりますよね。さっきのここの式です。で、2、3が6なので大きさが6で、これは平行四辺形というか、今こう直行してるから単純に 2×3 ですよね。だから面積は6で、6×k になります。これが答えになりますね。で、もうちょっと一般的なやつをやってみましょうか。まあ、これですね。もうちょっと一般的なやつやります。例えば、1、2、3×4、5、6っていうもの、外積を考えてやります。A×B ですね。で、この計算はこの行列式っていうのを使うと簡単にできます。まず IJK をここに置きます。単位ベクトルですね。 X 方向、 Y 方向、 Z 方向の単位ベクトル。それで次の列に、次の行か、 1,2,3 を置きます。で、次に 4,5,6 を置きます。で、 I のところは何を取ってくればいいかっていうと、 I のところはここですね。ここに書いた2×6-5×3っていうのを取ってきます。2×6-5×3。で、J のところどうやって取ってくるかっていうと、ここにあったやつをこう移動しておいて、3×4-6×1っていうのを取ってきます。で、K のところはどこを取ってくるかって言ったら、ここですね。1×5-4×2っていうのを取ってきます。で、2×6-5×3ってマイナス3になった。3×4-6×1 っていうのは6になった。それから 1×5-4-2 っていうのは、1×5-4-3 ですか？マイナス3になりました。というわけで答えはマイナス3、6、マイナス3っていうベクトルになるわけですね。で、このルールはちょっと覚えちゃいましょうか。まあ、一般的に CDE×FGH っていうやつを、まあ、計算すると、さっきと同じようにですね。I 成分、X 成分はこうです。DH-GE。それから J 成分は、EF-HC。それから K 成分は CG-FD になります。ここはなんかベクトルないですね。すいません。ちょっと書き間違えました。ここもちょっとずれちゃったけど。ここのベクトル取っといてくださいね。この矢印は取っといてくださいね。すいません。さて、次は関数です。なんかここにブラックボックスがあって、3っていう数を入れたら、5っていう数が出てきたよっていうのは、なんか箱を考えましょう。で、X を入れたら FX って数が出てくるよってことですね。だからなんかそれがまあ関数ですね。X を入れたらなんか FX っていうなんかこうものが数が出てくると。それをこう連続的に書いたのが FX ですね。これ関数です。関数と言います。じゃあ3、6って数を入れたら例えば10って数が出てきたと。XY っていうなんか1セットを入れたらなんかある FXY という数が出てきたと。これなんか例えば山の高さとか標高なんかそうですね。緯度と経度を指定したら、そこでの、土地の高さっていうのが、指定できますよね。で、これスカラーですよね。ベクトルを入れたらスカラーが出てくると。さて、じゃあ3、6、8を入れたら、今度は1っていう数が出てきたと。で、これも同じように、なんか、こういうものがあるものが出てくると。これは何がいいですかね。あ、これも温度がいいですかね。緯度と経度と高さを指定したら、そこの温度が決まったというわけですね。さて、まあこれその FX っていう数です、関数ですね。で、X っていう地点と、そこから近くの X たすデルタ X っていう地点をこう持ってきましょう。で、X での、関数の値は FX。X たすデルタ X での関数の値は F のX たすデルタ X ですね。で、ここ傾きですよ。傾きってどういうものかというと、これ、こっち方向が、例えば1進んだら、上方向に2進んだ。
に上がった。となると、それは傾き2ってことですね。だこれ分の、ここにどんな単位や、例えば単位長さあたり進んだ時の、この上の、どんだけ高くなったかっていうのは傾きですね。つまり、こういうことですよね。F、括弧 X 足すデルタ X を FX 引いてやったと。これが高さの差ですよね。で、これ横の差ですよね。で、割ってやれば、これ傾きですよね。で、その傾きを、このデルタ X をどん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  X に近づけていきます。デルタ X をごめんなさい、0ですね。ここをどん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 近づけて、X に近づけていく。つまり、デルタ X を0に近づけていく。そうすると、ここの、これ接線になりますよね。ちょうどこの点の接線。ある、各点各点の接線に対応するのが、この微分ですね。こういうものです。fx を x で微分したものになります。まあ、例えば、じゃあ、x 事乗っていう、こう、放物線を微分してみましょう。で、この定義に従ってやっていけばいいわけですよ。fx が x 事乗です。で、x 足すデルタ x の2乗から、x の2乗を引いてやるわけですよね。これ入れただけですよね。それをデルタ x で割ってやって、デルタ x を0に持っていってやると。で、これ展開すればいいですよね。x の2乗、2x デルタ x、それからデルタ x の2乗。で、こうですよね。で、x 事乗は、これ、引けちゃうので、こうなりますよね。で、デルタ x を0に持っていったリミットでは、ここだけが消えちゃいますから、2x になります。つまり、x の2乗の微分すると 2x になったよ、ということです。で、例えば、x の n 乗を x で微分すると、n が落ちてきて、今やったのと同じ計算をするだけですけども、nx の、n-1 乗になります。だから、x の3乗だったら 3x2 乗。x の4乗だったら 4x3 乗。っていう風になってきます。こう、次元が1個減るわけですね。この指数が1個減ってきます。例えばじゃあ、サインの微分はどうなるかっていうと、コサインになります。で、サイン関数ってこんなやつですよね。これの傾き。0のとこではこう1です。で、ここに行ったとき0になりますね。で、はじめこう、で、はじめ1ですね、傾きが。で、ここに行ったら傾きが0になると。つまりこれコサインの関数になりますよね。で、コサインの微分はマイナスサインになります。なんでかっていうと、まずここ0ですね、傾きが。で、ここでマイナス1になりますね。なので、はじめ0で、ここでマイナス1になると。だからマイナスサインですよね、ちょうど。これ上下ひっくり返したようなやつです。で、微分は、これダッシュで書くことも多いです。で、線形性が成り立ちます。fx 足す bg。っていう関数があったとすると、A はそのまま、A とか B っていう前にある係数はそのまま残しておいて、おのおのの微分を取ってくればいいと。まあ、こういう抽象的なことを言われると、途端に嫌になっちゃう人も多いと思うので、いつもですね、具体例を考えましょうね。具体的に考えるのがとても良いです。例えば、この微分を考える。3x 事乗引く 2sinx。で、こういう微分を考えると。で、3はそのままにしなさいと。x の2乗を微分すると 2x でしたね。だから 3×2x で 6x ですね。で、今度はここはここの項でやっとけばいいと。で、マイナス2はそのままにしとこうと。で、サインを微分するコサインになりましたね。で、これだけで OK。まあ、それをここで言ってるだけです。具体的に見るとわかるでしょ？で、掛け算。f×g っていう関数があった時の、微分っていうのは、まず f を微分しておいて g はそのまま。それから今度は f はそのままにしておいて g を微分しましょうっていう式になります。まあ、具体的にやってみましょうね。x 事乗 sinx です。で、まず sinx はそのまま残しとこう。x の2乗を微分すると 2x でしたね。次、x の2乗はそのまま残しとこう。sinx を微分すると cos でしたね。答えはこうなります。で、g 分の f の微分っていうのは、この g 乗分の f'xg 引くことの fg'x になります。まあ、これ f×g 分の1と思って、上の式でやったのと同じになりますけれども、まあ、こういう風になります。まあ、これも具体でやってみますか。
x 分のサイン x の微分をしてましょうと。まず分母の事情がここに来るので x の2乗ですね。で、分子の微分、サインの微分、コサイン、それに分母をかけます。だから x をかけましょうと。これですね。で、次は引くことの、分母は、分子はそのままサイン x に、分母の微分をかける。 x の微分は1ですよね。だから答えはこうなりますという感じになります。まあちょっと天下り的にやっちゃいましたが、簡単に証明することができます、これらは。で、次、変微分っていう考え方がこの後、何回も出てきます。で、これは簡単で、例えば今度は、デルじゃなく、D じゃなくてデルっていう記号を使います。で、FXYZ っていう関数がありました。これを X で変微分しましょうっていうことは、要するに Y とか Z はそのまま置いておいて、放っておいて、X だけについて微分しましょう。Y とか Z 以外はもう定数だと思って放っておいて、X だけを微分しましょうっていうのが、この変微分です。まあ、具体例あるのがいいですね。XYZ の関数、例えば X の2乗、Y の5乗、Z の4乗という関数があったとしましょう。これを X で変微分するとどうなるかっていうと、Y と Z は放っておきましょうと。これもうこのままそのまま放っとき、そのままにしておきましょう。で、X だけ微分しましょう。X の2乗を微分すると 2X でしたね。だから答えはこうです。まあ、簡単ですよね。で、先ほど微分っていうのはこういうふうに定義しましたね。で、この、まあ、デルタ、ここ高さですから、これ傾きでしたから、だからこういった時のおおよそここの値っていうのは、まあこういうふうに書くことができるわけです。傾きに、このどんだけずれたか。がここだけ。まあ、デルタがどんどんちっちゃくしていけば、デルタ X をどんどんちっちゃくしていけば、非常にこの式っていうのは、もっともな式になるわけですね。なので、デルタを D に持っていったら正確な式になります。で、これを、この2次元で見てみましょう。X と Y の関数、FXY っていうのがあったとしましょう。で、xy の地点での値、f の値、fxy ですよ。で、x のデルタ x、それから y たすデルタ y っていう地点の、この関数、まあ、この山の高さみたいなもんだを思っていればいいと思うんですけども、それは f の括弧 x たすデルタ x、y たすデルタ y です。ですよね。で、まずこっち方向、さっきの式を使いましょう。こっち方向の高さ、ここですね。x 方向です。x の方向の高さは、まず f を x で変微分しておいて、x、デルタ x を与えてやると、ここの高さになりますよね。次、y 方向のこの高さっていうのは同じように、y 方向で変微分しておいて、デルタ y をかけたら、この高さになりますね。さっきの1次元の時の、まあ、拡張になってるわけです。まあ、2方向あるわけですよね。で、トータルで見たら、これとこれ足せばいいですよね。だから、ここまで来たときは、こっち方向と X 方向と Y 方向を足してやればいいので、このようになります。で、デルタを微小にすると D になりますから、だから答えはこうなりますね。で、この式っていうのは今後ですね、よく出てきます。で、図では書けないわけですけども、3次元の場合、の同じように、このようになりますね。拡張です。で、デルタをどんどんちっちゃくしていくと D と書いて、まあ、このように書けるわけです。はい。次は、ベクトルの微分を考えましょう。まあ、ある地点での、例えば地点をフィックスし、固定しておいて、まあ、これ風向きがこんな風だったとしようと。で、まあ、そうですね。時刻、正午の風向きはこうでした。で、正午から1秒後には風向きはこういうふうに変わりました。そうすると、ベクトルの変化分というのはこうですね。これからこれ引いたものになりますよね。なので、このベクトルの、まあ、時間変化の微分っていうのは、このデルタ t をどんどんちっちゃくしていった時のこうです。さっきの拡張ですよね。スカラーの関数の時の、まあ、非常にナチュラルな拡張になってますよね。
まあ成分で考えたらもっといいですかね。ベクトルとはいえ、空間だったら3つ並んだスカラーのことです。スカラーの3つ並んだこうセットのことがベクトルなわけですから。だから、おのおの微分すればいいわけですよね。こう時間で微分する。時間で微分する。時間で微分する。この X 成分、Y 成分、Z 成分を時間で微分すれば、このことになります。成分で考えると分かりやすいですよね。で、次は積分です。積分。この XI っていうところの高さを、F、関数の値、FXI でしたね。で、それかけるデルタ X っていうのはこの帯状ですよね。帯状の面積になります。縦かける横なので、この面積。で、それをどん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 こう、細かくこう切っておいて、短冊状に切っておいて、XI、XI 足す1、XI 足す2ってどんどん切っておいて、この短冊をどん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 こう足していくと。つまり、こう面積になりますよね。こっからここの。で、今ここカク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 してるわけですが、これをどん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 デルタ X をちっちゃくしていって D にします。D っていう意味は、どんどんちっちゃくして、無限にちっちゃくしたとします。そうすると A から B 地点までのこういうものになると。これが積分というものです。でまあ、面積を求めるという感じですかね。この平等だったら。で、このニョロンっていう記号は、このシグマ。シグマっていうのはこれ足し算のことですよ。N、I、ここで書いた I っていうのは1から N まで足しましょう。っていうことですね。で、このシグマっていうのが元になってニョロンと連続になったらニョロンという感じになります。ここは飛び飛びなわけですけども、これをどん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 ちっちゃくしていくと連続になりますよね。で、二次元の話も全く同じです。で、こう短冊をこう、まあだから箱ですね。箱、ここにさっきは、横の短冊だったわけですが、今度は、細長い四角い、箱なわけです。で、それを、これ箱ですよね。箱、これ、底辺、これ底辺でしょ？で、これが高さですから、これで、体積になりますよね。箱の。で、これを細かいやつをどん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 足していって、で、これを連続にしてやると。すごく細かく、無限に細かくしてやってやると、これで、積分になります。で、ここ面積なので、面積の値の積分だから、まあ、結果は体積になるわけですけども、この場合だったらね。まあ、これ高さ。なんか山の高さとかにすると体積になるわけですが、まあ、これ面積で積分するっていう意味で、面積分と呼びます。で、今度は、まあ、今みたいな図では書けないわけですけども、3次元に拡張したら全く同じように考えればいいわけですね。で、これは、ここ体積ですね。だこれ体積積分と言います。で、今回の最後に、一つ重要な演算子を、勉強しましょう。これはナブラというもので、デル X、で、デルデル Y、デルデル Z という、これも演算子ですね。演算子です。この後ろに何か XYZ の関数が来たときに初めてこれ意味があるわけですが、でもこれベクトルみたいなもんですよね。てかベクトルなんですね。で、このベクトル、演算子のベクトルをナブラと呼びます。まあ、こんな風に書いてありもします。まあ、具体例やってみましょう。例えばこういう関数がありました。こういう関数。X2 乗、Y3 乗、Z の4乗。で、これスカラーですよね。ある、まあ、数というか関数です。一つのものですね。スカラーです。で、これをベクトルに作用させると。そうするとどうなるかというと、まずこいつを X で変微分しました。しなさい。それが X 成分ですよ。これを X で変微分すると 2X になりますよね。で、ここは Y とか Z のところはそのまま置いておくと。で、Y 成分はどうなるかというと、Y のところだけ、Y で、微分しましょう。だから 3Y の2乗になりますよね。3y の2乗。で、x と z はそのままにしておくと。それから z のところは、z で変微分すると 4z3 乗になりますよね。4z3 乗。で、x と y はそのまま。だから、これ x 成分、y 成分、z 成分というベクトルになりましたよね。だから、スカラーにこいつを作用させると、ベクトルになります。だから、これはやっぱりベクトルなんですね。
これはこの後ですね、すごく大事な演算子として出てきます。ナブラ、覚えておきましょう。さて、今回は修行でした。次回はですね、徐々に物理に戻っていきましょう。はい、それでは、皆さんごきげんよう。